こんにちは、日野です。ちょっとね、こう眩しい感じが、あの夕方のこう夕日がね、眩しく差し込んできていて、顔がすいません、ちょっとこうしかめっ面で喋っているかもしれないんですけれども、昨日はあの休日だったんですけど、滋賀県の湖岸沿いに、琵琶湖岸沿いですね、琵琶湖岸沿いにあるホテル、琵琶湖ホテル、琵琶湖マリオットホテルっていうところの、そこの隣にスポーツクラブとかね、あとプラネタリウムがあるんですよ。そこに行ってきまして、琵琶湖マリオットホテルっていうことで、あとでその琵琶湖マリオネットホテルだっていうねって言ったら、マリオットホテルだよっていう、バカにされたというか、間違ってるということで笑われたんですけど、マリオネットではなくてマリオットホテルっていうね、ホテル、昔はラフォーレっていうホテルだったんですけど、まあ、そこが、潰れたのか、ちょっとこうそこの、まあ、ラフォーレ自体は確かまだありますけれども、その琵琶湖のホテルから撤退して、今マリオットホテルっていうのに変わったんですけど、まあ、そこにプラネタリウムがありまして、でそこで妻がこう非常に大好きな銀河鉄道の夜の、放映があるということで行ってまいりまして、まあ、この銀河鉄道の夜っていうのももう本当に何回見たかなっていうぐらい、見てましてですね、もう妻も覚えてないぐらい見てるんで、でその度に僕も一緒に行ってるんですけれども、まあ、でも何回見てもね、これは確かに、いいなということで、たまにこう時々見るとなんかこう心がね現れるような気がしてます。そしてあの映像、美しい映像と音楽に癒されるっていうのがねすごくあります。ですから、まあ、そういう意味ではね、見ることができてありがたいなと僕も思っているんですけれども、まあ、その銀河鉄道の夜っていう、あの宮沢賢治さんの原作で、まあ、ご存知だとは思うんですけれども、まあ、それを加賀谷さんという方がそのプラネタリウムのもので再現したということで、とにかく臨場感があるんですよね。まあ、YouTube でもその、あるんですけれども、映像が上げてる人がいるんですけど、まあでもそれで見るよりもやっぱり何倍ものね、その臨場感が実際プラネタリウムで見るとあってね、いいなと思うんですよね。だからもし、結構ねあちこちでやってるんですよ。もうだいぶ前の作品にもかかわらず、やはりこう人気があるのか、放映されてるところが結構あちこちでありますので、もし近くのプラネタリウムでこの銀河鉄道の夜やっていればね、ぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、宣伝というのか、おすすめの、こう映像として見ていただくといいんじゃないかなっていうふうに、思っております。で、もう本当に僕たちはですね、飛騨高山まで、わざわざ滋賀県から飛騨高山まで行ってね、見たというね、まあ、そういうとか愛知県の、どこだったか、愛知県まで行ったりとか、まあ、とにかくいろんなところに行って、京都の向こう市だったかな、そういうところまで行ったりとかで、今回本当に滋賀県でしてたのが、まあ、初めてではないとは思うんですけれども、滋賀県で銀河鉄道の夜を見たのが初めてっていうね、今まで全部他の県で見てて、でようやく滋賀県で見たということなんですよね。まあそういうねものもありますので、一つ見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとねどうでもいい話になってしまいましたけれども、まあ、今回はね以上になります。ありがとうございます。